ましての方は初めまして、いつもましての方はいつもまして、こんにちは、イーストニューサウンドです。よろしくお願いします。今聴いていただいたのは、水郷曲歌再三のですという曲です。イーストニューサウンド、先ほどね、セリフを言わせていただいたんですけど、途中ね、覚えてる？そう、セリフの混じってる曲が結構ありまして、そう、面白いので、よかったら初めての方はお手に取って聴いてみていただけたらなと思います。今日はね、お車いたしゃ天国ということで、ドライブナンバーにも、ドライブナンバーっていうにもぜひおすすめですので、よろしくお願いします。じゃあ今日はみんな車で来たの？車の人、電車の人、あ、ほぼ電車だ。歩きの人いない。チャリで来た、いない。チャリいないんだ。いないか。だいたい電車か車か、あ、バイクの人いないわ。ここにはいないかも。バイクで来た人、チャリで来た、チャリで来た、いないか。じゃあそろそろ次の曲いきますか。ペンライトとかもね、ぜひよかったら、ペンライトじゃなくても振っていただけたら、腕でも嬉しいです。よろしくお願いします。次の曲は結構次に皆さん踊っていただけたらなと思うので、お願いします。じゃあ聴いてください、マスターモーメント。結構ね、広いと思うので、もう好きに動き回って踊って楽しんでいただけたらなと思います。なんか踊ってる人もいるし、実際に踊ってる人もいるし。
り水飲もうね。お水飲んでいい？いいよ。優しい。でもみんなお水飲んでない。今呼吸？給水タイム。給水タイムだよ。ちゃんとお水飲もうね。お約束。後ろの方は結構日も照ってるしね。今日多分さっき天気予報見たらなんか26度とか書いてあったけど、なんか突然夏すぎない？夏すぎて結構みんな半袖なんだね。私今日さっきまでロンティー1枚ペラペラだけど着てたけど、それでも暑いかもって思った。みんな暑いでしょ。でもまだまだ盛り上がっていけるよね。みんな元気。よし、じゃあ次でイーストニューサウンドは最後の曲になります。せーの、今来たばっかり。これいつもやってくれてるネタだけど、できると思わなかった。なんかできる流れだったからやっちゃった。ナイス、はい。じゃあイーストニューサウンドは次で最後の曲になりますが、聴いてください。ルーセント一周2022。
私のある理由、君が消えてしまわぬよう、きっと叶えるためにある。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、以上でイーストニューサウンドでした。ありがとうございました。次はクレイジービッチさんです。